この動画ではレインバード IVM ソルの屋外用配線の接続方法を説明します。 IVM ソルには3種類のバーコードラベルが付属しています。 IVM ソルの側面に1つ、切り取り可能なラベルが1つ、そして赤いリード線につけられた上下にスライドするラベルが1つです。ステーション、マスターバルブ、流量センサー、ウェザーセンサーデバイスのバーコードラベルを慎重に剥がします。プログラミングガイドの該当する欄に2000式デバイスのアドレスラベルを貼ります。レインバードの2000式ストリッパーツールを使って内側の絶縁体を傷つけずにマキシケーブルのシースを剥がします。ニッパーやペンチなどで余分なシースを切り落とします。もう一つのマキシケーブルも同様にします。一貫性を保つために約15センチ手のひら1つ分を露出させます。次に IVM ソルの配線を伸ばします。異なる曲をつなぐことはできません。配線を接続する際、同じ曲同士をつなぐために必ず赤は赤と黒は黒と接続してください。 IVM ソルの胴体がバラバラにならないように時計回りにねじります。内側の2本の電線の端から約 1.6 センチのあたりで胴体に傷をつけないように注意しながら絶縁体を剥がします。バルブが2000式経路の終端でない場合は3股の接続部を作成します。ペンチで両端をねじり余分な部分を切り落とします。付属のワイヤーナットにワイヤーを差し込みねじって固定します。ワイヤーナットを WC20 コネクターの奥まで差し込みます。2000式経路はすべて IVM デバイスに付属の WC20 接続キットで接続します。WC20 接続キットは別途購入も可能です。不適切な配線はコントローラーや灌漑システムに重大な損傷を与える可能性があります。ドライバーなどを使ってワイヤーナットをコネクターの奥まで慎重に押します。配線をコネクターの側面に出しキャップをカチッと閉めます。地下に設置するバルブはすべてバルブボックス内に設置してください。今後修理や回収するときのために各バルブボックスに保管する2000式ケーブルは1メートルほど余裕を持たせておきます。詳細は弊社のホームページをご覧ください。